はい、お疲れ様です。キャスがスタート。皆さん、キャススタ、よろしくお願いします。大田橋に、来ました。このツイキャス。先ほどのライブ配信、しっかり言えろ。真相ついたんでしょうか。うん、先ほどのね、ライブ配信ね、しっかり言えろ。一応ね、多分ね、申請したら多分治るんですよ。今申請したんで、だからメインチャンネルもね、つぶやきチャンネル結構マークされてますよ、ずっと。おにぎりとジュース買うかな。ちょっと入るかな。200いくらある？200いくらあるかな。おにぎり食った方がいいな。楽しめたい。足りるかな。ギリギリ足りるかもしれないな。すみません、お願いします。はい。あ、大丈夫ですね。ポイントカードをお持ちの方はご提示ください。小銭が足りなかったから由美子ばっかりありがとうございます。お茶代に、はい、しっかり買いましたんで、320なんかいくらって言われて、俺小銭見たら270円ぐらいしかないんだ。そこに座ってなんか固定しながらゆっくり食いたいなと思ってるんですよ。はい、だけどね、この花の都大東京ですから。花の都大東京って東京だから全然食うとこはないんすよね、うん、ないんすよ。ちょっとなんか奥の方に入ってみようかなと思ってるんですけど、どっかなんか駅の近くにありそうな気がするんですけどね。あ、もう新宿まであと4キロまで来た。素晴らしい。新宿まであと4キロ新宿まであと4キロですね。はい、やってくる現実の方がでかいから。はい、昔まではほら陰謀論って言われたものに対してみんな飛びついてたかもしれないけど、うん、そうだね、花畑の花を抜くかもしんないな。もうね、バカの位置に達してる。そろそろ足が痛くなってきたんですよ。なんかしんねえけど、そろそろ足が痛くなってきて、うん、もしそれってさ、国からコントロールされちゃうんだよ。国からコントロールされてね、座るとこはないんですよ今ね、うん、どっか座りたいんだけど、もうすでにもうこれは笹塚まで来ました。笹塚、皆さんあと2駅、笹塚まで歩いてきましたよ。ねえ、やれるもんですね俺も。だからまあ国ごとに給付金っていうのはあると思いますよ、いくらなんでもね。なんかやばい時に、緊急の時にさ、給付金っていうのはすごくあると思うんですよ。だからそういう給付金とかはあるかもしんないけど、定期的に入るっていうのはなかなかないね。ちょうどビルとビルの隙間に足が痛くなってきた、うん、そうなんですよ。とりあえず休憩してるんですよ。これさ、あと多分あと2キロぐらいだと思うんだよな、笹塚まで来たら、うん、そうなんですよ。だからとりあえず休憩、うん、とりあえず5分休憩するから、ここで今12時になった。よし、いい感じですね。スタートしてから1時間半、うん、スタートしてから1時間半経ちました。皆さん、いい感じでしょうか、うん、?1 時間半経ちましたけど、これ終わったら映画の話しますから。これ終わって、休憩終わったら映画の話しますから。おにぎりを一旦食べますから。一旦固定するからね。一旦これを固定するから。今ビルとビルの間だから。俺さ、うまくいかねえんだ、いつもおにぎりが。おにぎりがね、いつもね、なんつうの、うまくいかねえんだよ。こうなっちゃうの、割れちゃうの、わかる？いつもコンビニでおにぎりを買うんだけど、
どうしてもこうなっちゃう。だから、うん、そう。だからこうなっちゃうの、こうなっちゃうの。明太子。これね、すごい大変なんですよ。足がささ、やべ、携帯が取れちゃった。めちゃくちゃ美味しい。やっぱさ、日本人は米だよ、本当に。やべ、バラバラになっちゃった、 おにぎりが。おにぎりがバラバラになっちゃう。運動中なんだよ、うん、あ、うちのにゃんこもツイキャス見てる。にゃんここんにちは最後勝手にあの広島の島にアパート作って、一番端っこの辺で終了したっていう、うん、そう、ことぶきの字ですね。11めでたいですよ。亡くなり方も誰にも迷惑かけてないからね最後の最後誰にも迷惑かけないで自分のやりたい放題やって終わったから、うん、相手の旦那さんがもうやめていただけませんかって言われたんですよ、うん、したら俺の女に手を出すなやつって殴りかかったらしいですよ。大問題になって、で俺たち迎えに行ったんですよ。これ以上老人ホームではちょっと受け付けられませんみたいなあの人は最後に遊んだんですよ、うん、そうすごいでしょ、うん、そう手術後1週間後ぐらいかな、うん、手術後のあの1週間後ぐらいですね、うん、昨日おばちゃんにね、紫ってお好み焼き屋あったんだけど、紫ってお好み焼きがね、その酒屋、西成の酒屋の横にねあったんだけど、そのおばちゃんにじいちゃんが言って、あの野菜炒めもつけてくださいと、そしたら毎日のように野菜炒めが出てきたと。野菜炒めと焼き飯、はい、特別メニューです、はい、お好み焼きは週2回だけ、本当に、はい、そういう感じになったと、うん、危険な感じがするよね。さっきの商店街の後ろなんですよ。でこれで上が団地なんですよこれはちょっと危険なんで去りましょう、うん、危険なんでね。そうそうそう、危険なんで、誰が見てるか分かんないから。これね、本当そうなんですよ、誰が見てるかわかんないんで、うん、あ、公園ではないのか、うん、あ、バス停か、あれはバス停ですね、うん、普通の公園とか、まあ、iPad 持ってくれよかったな。 iPad を見ながらこうね、公園みたいなところ行ければよかったんだけど、なんかすごいっすね、これ。提灯屋がある、すごい提灯屋、すごいですね、提灯屋。提灯のお店なんだな、これ。すごいなぁ。すごい。創業明治25年から。すごっ。ねぇ、明治25年からある提灯屋さんらしいですよ。うん。明治の25年ですって。長いですね、明治。ですよ。でもね、お店はこっちの、コンビニとかはこっちの方が多いですね。どうやったら向こうに行けんだろうか。子供たちは楽しく遊んでるけど全然違う、こっちなんで向こうで楽しく配信ができるはずだったのにな。向こうのが楽しそうですよね、うん、歩道橋、あれで行けるか。歩道橋で向こう一回行ってみようかな。まだ全然時間あるんで歩道橋を渡りましょう。一旦引き返る。こんな感じ。山手通りの一歩手前ぐらいですね、今ね。山手通りの一歩手前ぐらい。素晴らしい。あ、これ高速道路の入り口のとこだ。あー。あー、あった。トイレだ。素晴らしきトイレ。あー、なんか書いてある。綺麗にしてくださいって書いてある。あ、お手洗いって書いてある。トイレ行かせてもらえますかね。
こっちが女性、後で行こう、一人入ってるんで。あー、この辺で固定しとくからね。この辺で固定しとくって、皆さんね、ちょっと待っててね。そりゃそうですよ、そりゃあそこに固定しとく。区によって全然違うわ、間違いね。そろそろ新宿に入りますよ、みんな。そろそろ新宿に差し掛かるんじゃないかなと。そろそろ初台ですね、多分、うん、初台の信号に、差し掛かるかなと思います。いやー、さすがに渋谷区っていうのは素晴らしいですね、本当に思いますよ。はい、全然違う。あのね、道の幅も違うぞ、全然。なんだったら道の幅も全然違うんだけど、うん、道の幅ってこんな違うの。向こうって本当にあの幅小さかったんですよ、うん、歩いててね、歩いてて幅が小さくて、こっち道の幅全然でかくないですか、本当にね。え、全然違うっていう。伊勢人のメッセージっていうのがタイトルです。はい、そう、伊勢人へのメッセージっていうのがタイトル、多分ね、タイトル入れたら出てくると思います。はい、でフランス映画です。そうです。で、その映画っていうのが、その1990年代後半からその団体ができたんですよ、教祖様、うん、教祖様っていうのが普段は、音楽をやってる人、音楽とかやってて、そういう、まあ、お仕事をなさってた人なんですよ。で、ある時ね、多分ね、誰かがけしかけてたんだろうけど、そう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 、ライエル、ライエル、ライエル、そう、預言者ライエル、それです、ライエルです。はい、で、まあフランスというものはそもそもね、カナダ、イスラエル、 LA って感じの、やべえ、これ、これイルミになってるわ。三角形。団体の、名前は書いてるかもしれないけど、今そういうマンション訪問、マンション訪問してんだって、うん、マンションの訪問してんだって、まだやってんだって。絶対ピンポンは出ないでくださいね、今やってるんだってよ。みんな気がついたらコインが足りねえんだよ、コインが、コインが足りなかった、コインが、コインが足りなくて、うん、コイン使いすぎっすね、うん、延長コインごめん。延長コイン、コインが足りなかった、うん、コインが足りなかったっすね、今。はい、いつになったら青になるのこれ。よし、1時1分、よし、1時に、俺は何分ぐらいあるでしょうか、何分ぐらい経ったかな、10時半からだからね、2時間半ぐらい、2時間半ぐらいだね。俺2時間半喋ってるんだよ、ずっと、うん、2時間半喋り続けたね。2時間半のこのトーキング、みんなどうでした？うん、2時間半お付き合いいただいてありがとうございます、本当に。帰りは電車だよ、さすがに帰りは電車、ちゃんとほら P 持ってきたし、うん、帰りはね、この中にね500円ぐらい入ってるから、電車で帰りますから。はい、おー、ここだ、これはこう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 、そうそうそう、この感じ、この感じです。2時間半喋り倒したな。いや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 、すごいですね、やりきったっすね。これ西口ってどこなんだろう。道に迷ってんだ俺。ああ、向こう、あ、向こうが都庁なんで、都庁まで行かないとね、うん、頑張って都庁まで行かないと。全然まだ言いたいこと言ってないから。まだ言いたいこと何にも一つも言ってないからね。うん。まだ言いたいこと何も言ってないから、まだ。うん。そうなんですよ。でもコインがすげえ溜まったんだけど。今コイン105個もある。出たー！見た！これを見た方がいいですよ。ついに着いた。ついに着きました。よーし、着いた。みんな着いた。
着いた。足が痛い、もう。若干足痛いですけどね。足は痛い。これ間違いなく足は痛いから、俺。右足が痛い、右足が。この靴のなんかバランスだろうな。なんかね、右に体重が乗っちゃうんですよ。はい。右に体重が乗っちゃうんですよね。だからね、そう、長距離のランニングとかすると、ね、右がね、そう、変わっちゃうんですよ。昔から。だからね、怪我するとかばって歩くじゃないですか。それなんですよ。だからね、これ長距離とか歩くと、本当にね、右足に負担がかかりすぎちゃうんですよ。そうなんですよ。そう、靴がほら、わかるじゃないですか。靴で傾いてるでしょ。穴開いてたりとか。そうなっちゃうんですよ。だから怪我するもんじゃないですよ。体のバランス悪くなるから。本当に。あのね、でかい怪我をして、こう、体を開けるじゃないですか。そうするとバランス崩れるんでね。体型も変わるって言われますからね。そうなんですよね。はい。よし、着いた。ここはいいでしょう。こんな感じで。皆さんありがとうございます。着きましたよ。ほら、こんなところに、完璧に。今日土曜日だからこの辺は人はいないから、都庁の方ね。完璧ですよ。本当に着いた。私、歩いてきました、都庁まで。ゴールいたしました。完璧でございます、皆さん。完璧なタワーでございます。はい。皆さんありがとうございました。ね。まあ、この模様はね、アーカイブまだ見てない人でしたね。サイツさんお疲れっす。みんな、見てくれてありがとうございました。もう、200人ぐらいいましたけど、2時間半で、上北沢から、新宿の都庁まで、たどり着きました。この模様は、YouTube チャンネルの、つぶやきチャンネル、ひろしのつぶやきチャンネルと、この、ツイキャスでね、見ることができますんで、いろんなお話ができたんで、今日も楽しかったと思います。はい。で、この後ちょっと経ってから、ジャパンチャンネルを回しますので、ちょっと10分ぐらい休憩します。10分休憩させていただいて、その後ここの辺に座って、ジャパンチャンネルやろうと思いますんで、よろしくお願いいたします。そういうことで皆さん、ありがとうございました。じゃあねー。